皆さんこんにちは、ミリです。今日はですね、マオのバースデーをサプライズでお祝いしたいと思います。昨日マオの誕生日だったんですね。一日遅れの誕生日会ということで計画実行です。スタート。ミリチューム。それでは本日の主役を呼びたいと思います。さっきね LINE したんですけど、ちょっと遅いので呼んでみます。マオさん。服ない人にはプレゼントあげないよ。マオ、本日の主役が来た。本日の主役が来ましたので、皆さんにご紹介したいと思います。ちょっと可愛くしてくる。いらっしゃいませ。はい、はい、いらっしゃいました。いらっしゃいました。お誕生日会をしたいと思います。もさもさなんだけど。本日の主役は青でございます。はい、挨拶してください。皆さんに。皆さんこんにちは、マオです。今日お誕生日を迎えることができました。かっこ昨日です。はい、そしたらなんかさっきミルに呼ばれてきたら誕生日会をしてくれるということなので、楽しみにしてやりたいと思います。はい、いいよ。まずはですね、第1のプレゼントがあります。あ、プレゼント交換的なやつですか？交換じゃないよ、あげるの。あー、ちょうだいちょうだい。いっぱいあるの？そんなにたくさんないですよ。楽しみ、早くちょうだい。じゃあメリーが準備して。はい、あ、まずこれからいきました。これは知ってます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。開けていいんですかね。じゃあここで開封したいと思います。はい、これはマオのお友達からいただきました。ありがとうございます。じゃーん、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 じゃーん。美容師さんが考えた髪のためのタオル。ありがとうございます。いただきました。じゃあちょっと開けてみましょう。開けて。あ、マイクロファイバー系じゃない？吸水力で髪がみるみる。すごい、こんな感じです。あー気持ちかった。あー気持ちかった。私はこういうタオルの巻き方するんですけど、お風呂買ったら私ミーシャです。いつもいいですね。ってやってます。それって違う人の曲じゃないかな。ミーシャは今ありがとうございます。じゃあミリからのプレゼントです。イエーイ、タララッタタン。どうぞ。あ、久しぶりのものじゃない。久しぶりのミリからのプレゼント、嬉しい。いやー、開けたいと思います。はい、じゃーん、じゃじゃーん。なんか入っとる。手紙書いてくれたの？え、書いてないね。あ、書くわけないじゃん。なんかさ、機械的なハッピーバースデーマオって書いてあります。見えます？ハッピーバースデーマオ。はい、ありがとうございます。書いてくれなかったの？ちょっとね、ちょっとさ、試供品が入ってるじゃん。いつもミリがいただきましたよ、一つは。なるほどね。これはあげるよ。じゃあこれはあげるよ。これじゃあミリにプレゼントということで、これが持ってきました。これじゃあミリちゃんにあげたいと思います。ありがとうございます。では開封。でルージュディオールウルトラリキッド。ありがとう。これはあれですね、私のお仕事用の赤い口紅がもうないんですよね。てかもうここ2年ぐらいなくなって2年経ちました。ミリの赤リップを毎回貸して言うんですよ。そう、なんかお気に入りの赤リップが毎回買うんですけど落としちゃったり、なんか瓶のやつを買ってたんです。あ、瓶のやつだ。ありがとう。見てください皆さん、これが瓶のやつです。今やったチケットみたいな。いいんですか？じゃーん、もっと近づかないと分かんない。あ、いいじゃん、イエイ。これはですね、落とさないようにしてください、ね、999番。これは初めて？999番が、ミーが999番使ってると思ったら、全然違う番号で間違えてもらっちゃったんだけど。え、待って、マオって書いてある。あ、そうだ、忘れてた。皆さん見えますか、これここにね、マオって書いてありました。すごい、ありがとう。忘れてた、見せて。これ初めて。これ嬉しいです、本当に。誕生日お
ちらはですね、もう一つくれるらしい。サプライズのプレゼントです。あ、わかった。待って、見えちゃうじゃん。わかった。ファンの人でしょ。ピンポンピンポンピンポン。ピンポン。去年も、去年のファンの人たちがなんか作戦立ててお祝いしてくれてました。はい、今回もちょっと前にですね、作戦を立てまして、はい、ファンの方からのプレゼントが届きました。もう何？じゃじゃーん。なんだこの白い箱は。開けます。あ、え、重たい。見えた？欲しいと分かる。分かった。え、違う、私ね、欲しいものがあるの。うん、私最近すごい欲しいものがあって、もしかしてそれかもしんない。え、待って、でも外れてたら開けていいんですか？開けて。これは何？なんだろうね。あ、また印刷だ。また印刷です。また印刷。ハッピーバースデーって書いてある。結構頑丈。じゃん。あ、しゅー。やばい。やばい。見ます？皆さん、私が今世紀最大で欲しかったものが、じゃーん、エアポッチ。エアポッチ、いいの開けて。これはやばいよ。かわいい。見て見て、マオって書いてある。これもねえ、サプライズ大成功。ありがとうございます。ちゃんとお礼言ってください。いつもありがとうございます。大切に使います。受け取れたプレゼントは以上なんですけども、誕生日当日に、プレゼントを事務所の方に送ってくれた方も、ね、いるみたいで、いるみたいで、ありがとう。みんな大好きだよ。以上、これが手を思わせてのね。え、何？もう一つあるんです。ちょっとお待ちください。はーい。じゃー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 、 Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Mao Chan. Happy birthday to you. まだかな。Happy birthday to you.Happy birthday to you. Happy birthday. すごい。何それ？まーちゃん。イエーイ、なんか来た。Happy birthday to you. すごい。なんかカラフルな色なんですけど。え、すごい。何もない。Happy birthday to you. No. Happy birthday to you. Happy birthday.綺麗なカラフルな、すごい綺麗。消して、待って、電気つけ、あ、はい、をつけて、どうしつける、つけて消そう、どうぞ、いきます。うわ、ありがとうございます。消えてない。サプライズです。これは知ってます。アイスケーキと、はい、すごい、初めて見た。ね、もっと食べよう食べよう、もっと溶けちゃう、見せてあげて。こんなに綺麗なアイスケーキ、アイスケーキです。フォーク持ってきたので食べましょう。はい、これさ、うん、あ、すごい、まだ溶けてない。あ、これ好きだよ、多分。美味しい。すごい、マンゴー。どうしよう、これあのマスカット、あのちょっと食べて後で食べようね。あ、ケーキだ、やばいね。うまい。あ、美味しい。なんか好きな粒丸が入って、粒丸ってなんだろう。これでマオの誕生日会を終わりたいと思います。今日の感想をどうぞ。もうちょっと可愛い洋服を着ればよかった。まあいいよ。ありがとうございます、はい、ミニちゃんもファンの方もありがとうございます、はい、以上、マオのサプライズ誕生日会でした。イエーイ。あの後から届いたプレゼントもちゃんと受け取りたいと思います、はい、ありがとうございます。そしてたくさんのメッセージも届きました。あ、届きました、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。愛されてるなと思いました。はい、ハッピーバースデートゥーユー。
くよろしくね。フォーク持ってちょっとお行儀悪いけどよろしくね。よろしくね。バイバーイ。バイバーイ。